素足ですね。素足です。はい。こんにちは、ふみです。今日は新しくモレリアを購入したので、それのレビューを、自主練の動画と一緒に、紹介していきたいと思います。これはモレリア2の、一番上のモデルですね。メイドインジャパンの白金カラーなんですけど、ちょっとユーチューバーみたいなことしてますね。はい。色かっこいいですね。新品のモレリアを履いていきます。匂いチェックですかね。これ匂いチェックしてますね。中敷きもいい感じに滑りにくいような感じの生地でしたね。靴ひもも靴ひもの先っちょのところですね。そこにミズノのロゴが入るようになって、今までは入ってなかったんですが、すごいかっこいいですね。ここフィット感チェックしてますね、はい、すごいフィットしてます。足にサイズもジャストですね。それでは実際に使っていきたいと思います。少し自主練という形で、やっていきたいので、最初にちょっとウォーミングアップをしていきます。履いたらワクワクするスパイクとかあると思うんですけど、もうそれがこれですね。履いただけでもすごいテンション上がっちゃってますね。いやー、これだね。これそれではちょっとね、モレリアさんで走ってみたいと思います。ジョギングだけでも分かりましたね。すごい自分の足にフィットしているのが分かりましたし、想像していたよりも軽くて動きやすかったですね。はい。言います。感想言いますね。感想どうしたと思います。これも素足ですね。素足です。はい。これも。もう素足ですね、うん、素足感覚とかじゃなくて素足です、はい、だそうです。このことが言われて本当にその通り素足感覚だったので、衝撃でしたね。ステップを踏んでますね。これは気分が上がってるのが分かりますね。高校生ぶりにブラジル体操してますね。気分が上がってますね。これ最後12、3のところだけ伸ばしちゃうんですよね。みんななぜか分かんないんですけど。じゃあ肝心のボールをお触りになっていきます。お待たせしました。それではボールを蹴っていきたいと、触っていきたいと思います。すぐ分かりましたね。全然違いますね、これは。はい、もうずっと喋ってますね、これ。興奮してこれはね、はい、ニヤニヤしてますね。音でわかると思うんですけど、すごい、なんていうんですかね、吸い付くじゃないんですけど、落としてますね。落としてるんで吸い付いてはないようなんですけど、でもすごい、なんていうんですかね、素足で蹴ってる感覚がするんですよね。これもう素足なんですよ。これ素足でした。素足うっさいね。
これ普通のインステップリフティングなんですけど、もう真上に蹴るのがすごい簡単にできますね。はい、次がチョンチョンリフティングですね。これも結構やりやすかったですね。自分から離れないような感じで、片足もそうですね、素足でやってるような感じがあって、反対の足でもそうですね、やりやすかったですね。自分は、体や背がちっちゃい分、細かいタッチやパスやトラップなどを大事にしないといけないと思っているので、その点でモレリアはすごいプラスになってくれるような、感じがしましたね。よくなんか足にボールが足に吸い付くみたいに言うんですけど、もうそんな感じですね。本当にボールが離れないというか、これ履いてたらミスんないんじゃないかっていうような感じで、それぐらい自信も与えてくれるような素晴らしいスパイクですね。これはこれ音って分かると思うんですけど、これは小野伸二選手がやってたインステップアウトサイドですね。これもいつもやりやすかったですね。離れないような感じがありましたね。ボールが音で分かりますね、蹴りやすさというか。でこれは足の裏チェックですね。足の裏でボール引きやすさどうかっていう、ミスってるんですけど、でも足の裏でもすごく引きやすいですね。これポイントが少し、自分が前回履いていた、違うメーカーのスパイク用が多かったので、それも引きやすさのポイントかもしれないんですけど、足の裏も結構自分は使うプレーをするので、足の裏も使いやすさが大事です。おっと風にやられてしまいました。これは壁パスをしているんですけど、トラップとパスがインサイドしか使ってないですけど、しやすさっていうのが、分かりましたね。下手なのはこれは自分の実力ですね。はい、すいません。でこれは次のメニューなんですけど、カメラから見えるところに置いたつもりだったんですけど、全く見えてないですね。すいません。これは遠い方の足でトラップして、でターンみたいな感じでして戻ってくるようなやつなんですけど、これトラップからアウトサイド使ってインサイド使って戻るんですけど、どこスパークのどこを使ってもタッチが自分の思うところに行く。でそれもあれですね、素足感覚で触れるので、気持ちいいというか、引退みたいな感じになっちゃうんですけど、でもトラップパスタッチがすごい気持ちよかったですね、これ本当に。はい、今やってたのが遠い方じゃなくて近い方の足でのトラップだったんですけど、これはまた遠い方の足でのトラップですね。引いてのトラップなんですけど、ここのステップとか地面の掴めるかみたいなところもすごく地面を掴んでる感覚があって、やりやすいです。止まりやすさとかっていうのモレリア不安だったんですけど、少し全然そんな不安は、いらなかったみたいですね。オンナイスフェイント、おっとダブルタッチに変わりまして、3人抜いていく。ダブルタッチ出た、おっとこの足の裏ですね、ボール掴めてますね。思ってたより使いやすかったので、足の裏ちょっと今週末の週ちょっと多めに使っていこうかなと思っちゃうぐらい足の裏使いやすかったですね。最後にこれは走りのメニューなんですけど、その前に店に来ましたね。これは完全にアピールしてますね。
綺麗ですね。これはショートダッシュして加速と減速の練習中なんですけど、小林勇輝選手ですね、日本代表のが、紹介していたものなんですけど、これはまあサッカー選手に大事な動きっていうのを話していたんですけど、これでもう完全に分かりましたね。これ止まれますね、止まれます。天然芝なんですけど、こっちのオーストラリアのグラウンドは全てでも止まれましたね。止まれるし、アジリティにも問題なさそうな、スパイクです。タッチはもちろんなんですけど、アジリティ、止まる部分、加速の部分でも全く問題なく、むしろパフォーマンスを、向上させてくれることを確信しました。はい、もうそれぐらい自信を持って言えるスパイクです。